電話遅くない？ いや、電話遅くないじゃなくて、この間酔っ払ってたんで話せなかったんですけど、君ね、なんかその動画で、なんか青汁に負けたら何でもするって言ってたじゃん。何でもするっつうか、まあ普通になんか腕時計とか欲しいなっつうのは、俺もなんかかけようかなみたいな感じで言ってるの。ああ、動じゃ画ってな、あれでしょ？そうじゃな、じ駅ゃ、前で喋ってるやつじゃね？そもそも、僕は君のことあんま知らないんだけど、なんか合図の伝説なの。俺も知らない。お前何？青汁で何やった人なの？まずそもでそも、も。だからあんた何、合図の伝説なの。で、伝説ってキャッチコピーではあるけど、キャッチコピーってことはじゃあ伝説じゃないんだな。いや、バカじゃねえの？お前ふざけてんじゃねえの？伝説だ、この野郎。お前面白いやつだな。で、伝で、この説っ野てどういうふうに、喧嘩を何回もやってんの？郎。喧嘩っていうか、知る人ぞ知る伝説だ、これ。知る人ぞ知る伝説。お前、でも、はあ。田舎の伝説はちょっとお前、あれ、ダメだぞ、あれ。田舎の伝説ダメなの？バカじゃねえ、お前。普通に考えたらお前、傷つくじゃねえかよ、お前。なんか可愛いやつだな。大丈夫？戦えんの？本当に。いや、逆に心配してる。お前、大丈夫？お前、本当に。なんかお前いいやつなんじゃね？もうなんか殴る気なくなってくるんだけど。いや、無理だから、それは無理。で、君は何？喧嘩何戦ぐらいしたの？今まで。いや、あのさ、名前出さないけど、誰も知らないです。だって。何千、いや、誰も知らない。いや、もう無理。俺、今、別の人といるんですけど、で、ま別のず、人、証人いるん？証人。ねえ、やばいよね。まあ、その、喧嘩のじゃ話になっあ、別の人変わってみて、証人と。おい、はい。ちょっと、よし。もしあ、もしもし、どうも。もし。まあ、どうも、はじめまして。はじめまして。久保田君、友達ですか？そうですね、自分後輩になります。ああ、本当にこの久保田っていう男は会津の伝説なんですか？伝説で間違いないですね。本当に？伝説以外の何者でもないですね。なんかその伝説のエピソードを教えてもらえません？伝説のエピソード。なんでも言っちゃえよ、いやー、まあでもこれ問題にならないですから大丈夫ですお前。いや、か？問題になんないですよ。大丈夫ならまあ一つぐらいエピソード、はまあ言うと思うんですけど。い。ね、悟さんがまず道歩いてたら、まあ、は誰もが頭を下げる。まあこれは当たり前。こコれント？は。え？え、で、二つは？二二つつ目。目。まあ頭下げた後、もうしっかり至るまで、ね、見送る。しっかり。あとこれ以上は言えないですね。いわゆるだからもうパチモンってことですよね。合図のパチモン？合図のパチモン。バケモン！それはダパメチだ。モン？パチモンはダメですよ。そうですね。ちょっと変わりますよ。話、ふざけないでリアルな話しますよ、じゃじゃあ、リアルな話何？あ。まず、本当にやってることは言えない、普通に。そんなそ悪いれは、子なの？君は。リアルに言えないし、企画で言うのは確かに2点3点持ったことはあるけど、君盛りすぎなんじゃないの？何言ってんの、おめえ。てかさ、なんでそこに気になるの、お前。だってさ、プこれライからね、あとベーまあ4日後に戦う相手がどんなやつか気になるじゃん、やっぱ。だって一応伝説なんでしょ？伝説だからって言われて紹介されてるんだから、こっちは。別に、なんで気になるの？だって。なんでそんな気になるの？いや、だって頑怖いじゃん。怖いじゃん。そんな伝説の、ねえ、不良なんでしょ、一応。怖いじゃん。張る。いや、じゃあそれでいいじゃん。で、殴るんでしょ？それでいいじゃん。まあ、他に何があるの？あと何が知りたいの？まあいいよ。じゃあ君はもうだから朝倉未来の金魚の糞なんだよ、正直。金ただ魚ののふん。さ、素人から出てさ、なんか孵化しまくって孵化してやろうじゃん。孵化してちょっと有名になっただけだろ。あ、じゃあ、有名って思ってんの？よかったっすね。じゃあ、有名っす。あざーす。まあ有名、まあそれだって知ってるからね、僕も。あ、そう、よかったよかった。それは嬉しい。まあなんか、で、まあいいや、それでね、君はね、練習してんの。してるよ。俺、あなたと違うんですだってよ。君ら喧嘩すんじゃないの？なんで喧嘩なのよ、練習すんのよ。じゃあ、ちょっと言わせていただいてよろしいかはい、な。どうぞ。俺はね、正直、長野の温泉だかなんだかわからないけど、なんか、お酒飲みだじゃん。俺ね、あれはね、保険だと思ってるんですよ。裏で練習して、してませんよって余裕を出して、負ける言い訳ってんじゃねえかなと思ってる。あ、俺が負ける言い訳ね。ああやって余裕ぶっこいてるから。で、裏では本当は練習してるんじゃないかと。あ、俺が。でも逆に俺は SNS で練習して言い訳をできない状況を作ってるんで。おお、なるほどね。逆にこれで、お前、試合負けたなって、そっちの方が恥ずかしいと思うんだよな、俺。まあ確かに。でも酒飲んでたの事実だと思うけど、でも多分いや、毎俺日的に飲んでるよ。だってお前なんか練習しなくても勝てるもん。いや、で、君はまあ、ね、若い何？と思う。君は何？その、何？なんで、喧嘩なんだろ？伝説の喧嘩してなのに何でも練習するの？何？練習するとなんかダメなの？逆に。え、だって練習したら強くなんじゃん。いや、それは。だって倒してれば、だって、お前に負けたらやべえ。
だってマジで。じゃあ君は負けたらどうすんの？なんか動画で煽ってたの、君負けたらどうすんのじゃ。それなんだけどさ、ちょっとはっきりさ、どう思われるか分かんないけど言っちゃっていい？いいよ。俺ね、正直ね、あなたのようにね、なんかその成功した人間でもないし、まだ、関東に来てね、まだ4ヶ月程度なんですよ。お金もあるわけじゃないし、あなたみたいになんかその、食わせるとかそんなのできないんです、正直。でも、本当、これをやるっていうものは思ってなかったんだけど、そもそもがあなたに負けること自体に俺はロールスロイス以上のものを失うと思うんだよね。どう思う京介。間違いない、それで間違いないですよ、だって練習もしてるし動画も載せてるし、これで負けたらその車をやるとかそれ以上の問題っていうか、ぶっちゃけそのそれこそね、いや僕はね、本当に自分がこのあなたに負けるようなことがあるんだったらもう生き恥だと思ってるんで、まあそうだよ、本当にリアルに。じゃあジープあげます。ジープ、あ、ジープ持ってるんですか。ジープあげます、本当に君にプレゼントします、僕が負けたら。全然なんかその価値が分かるんですよ、ジープでいくらい。まあ800万ぐらいかな、新車で。じゃあ全然いいですね、ローン返せますわ。じゃあ君に本当あげますよ、僕が負けたら。約束ね。いやいや、本当約束してる。これもうみんな見てるから、1万人近くの人が見てるから。借りですよ、それ俺現金化してもいいですか。それはもういい、君にあげたんだから分かった分かった、それもう男だから言うわ。で、君は何してくれるの。何してほしいですか。何もやってほしいことないんだけど、そんだけ煽るんだったら何かやれよ。じゃあ本当にだって負けると思わねえもん、そもそも。何だって逆になんす、俺もなんかあなたのような立場だったらあれやるこれやるって言うけど、何を。じゃあ台所にあるタバスコでもいります。台所のタバスコはいらんわじゃあ分かった。じゃあこれはどう、社会貢献してくださいね。なんか何でもいいから、あなたなりの。だって何も提供できないんでしょ、別にいらんから。じゃあなんか案出してよ逆に。俺正直、じゃあ何が一応今皆さんコメントで書いてください。こいつ負けたらこいつに何させる。坊主って最初言おうとしたんですよ。そしたらジムの会長もほとんど坊主で、おめえそれ俺らをディスってんのかって言われてやめたんですよね。タバスコ土下座しろだって。タバスコで土下座しろだって。タバスコで土下座どういう意味。知らないよ。ゴミ拾い、まあだからもう坊主だって、坊主。一日じゃあ運転手みたいになる。いや、いらんよ、君みたいな柄悪いやつ運転手したくないわ。ちょっとなんかこう殺伐としてないね、君。なんかちょっと本当に大丈夫なのこれ。こんなんで勝てんの本当に。いや俺だってそもそも負ける気が出るからさ、なんか考えてもなかったよね。だって、俺多分みんな見たい人いると思うけど。じゃあ何させる、ちょっと視聴者の皆さん、こいつに何させる本当に。なんかミートパスタって多いけど、なんかそれはもう古いな。頭にタバスコ、いい人がバレてきてるぞ。だっていい人だって別にね、だってもうぶっ飛ばすときに本気になればいいでしょ。楽しいじゃん。なんか大したことねえな、ちょっと大丈夫かな、不安になってきた、かわいそうになってきた、ちょっと。マジで大丈夫かなって思ってるけど、俺のファンの人だったら放送できるのかなって思うけど。肩書き変更、じゃあもう分かった、今いいスパチャ来たわ。会津ふかし伝説、ね、会津のふかし伝説、に肩書き変更お願いします。だって あ、いいよいいよいいの、全然いいよ、そんなんでいいの。それでいいよ。じゃあウクライナに徴兵に行ってこいってよ。それはちょっとダメでしょ、ウクライナに徴兵に行けだって。やばいね、過激だわコメントがまあいや、それは別にコメントの冗談だと思うけど、じゃあ会津のふかしの伝説、会津のふかし伝説、もうそれで一緒にふかしまんじゅう売ろうぜ。ああ、いいよ、いいよ。もうそれ確かに君は失うもの大きいからね。俺は別に負けても君に負けても別に失うものないけど、君はさすがに負けたら、だってもう今までの伝説が全部ふかし話だって。君の頭の中のただのふかし話だってことがめくれちゃうわけだから。そうそう、そういうこと。頑張ってんの？練習してんの君ちゃんと。まあ、勝った後の練習しかしてない。あの金網こうやって登るやつ。うえーっつね。どんくらい練習したん君。だから金網登ってんだっていつも。ああ、もうしょうもねえな。あとなんかパンチとか腰入ってないからね君。大丈夫なの？ね、何？あ、君のパンチ腰入ってないよ。ああ、それだってその自分がよく分かってんじゃん。そんなね、自分でよくだってそのみんなにコメントで言われるけど、じゃあそれを見て舐めてればいいよ。正直そんな本番は分からんよね。まあいいわ。ということでナイズのふかし伝説に。解明するってことでいいですか。僕が負けたらジープあげますよ。僕の方がリスク背負ってるけど、まあ、多分普通に勝てると思うんで。合図のウソップにしよう。合図のウソップ。ウソップ久保田でいこう。もう、解明。いいやいいや。青白以上ベタ褒めする動画をアップしろだって。
まあ、なんでもいいや。まあ、じゃあ、そういうことで。うん、で、練習してんの、君。だから、勝ってたと練習してるなっつってんだろ。どんくらい練習してんの、君。そこそこ気になるの。いや、練習してるから長期になるでしょ、さすがに。知らねえよ、そんなの。ストーリー要素から練習はしないですよね。まあ、喧嘩だからな。別に練習する必要ないしな。そうそう、そういうことで。うん。俺一個だけちょっと謝んないといけないことがあるんだよね。どうした？一個だけ君に謝んないといけないことがあって。お、どうした？まあ、言っていいのかな。うん。俺練習してないって言ったじゃん。うん、してるんでしょ？めっちゃ練習してんだよね。してる。実は。知ってるっつってね、そんなの。当たり前でしょ。だそんなもんだよ、みんな。そうだよね。うん。いや、そんな。やっぱ君のさ、なんかこう、肩書きにさ、うん、もう、なんだ、僕がこう、ね、君のその、ふかしを終わらせたいから、うん、めちゃくちゃ練習してんだよ、実は。うん、見る？見したろか？血流してるから、俺。何？血流してるから。何さ？血を流してるよ。あ、いや、そんなもんでしょ、だって。本当に血流してる。血出ないわけないやん。それぐらい殴り合いやってるから、毎日。どうぞどうぞ。何でもいいですよ、別に。大丈夫なの？あ、ね、それ今見せてくれるの？今見してあるか、はい、こんなの見せるのもなんかあれだけど、見してある、特別に。特別やろ。やめといたら YouTube なんかチーダメなんじゃかったっけ。大丈夫だよ、これは。なんでもいいよ。これこれこれ、俺もう見る、皆さん 見していいですか、これ。てか、まあ、チーダメってことなんで撮ってるの、これ自分で。うぬぼれてない？うぬぼれてるよ、君と一緒だよ。うぬぼれ王子だよ。うぬぼれ王子だって。一緒だよ、田舎の伝説と。ほら、血出てんじゃん。え、ど、なん、え、何今、何、何エコでしょ、それ。いや、俺血出てんだって、本当に。ふざけてんね、こいつ。なあ、ほんとそれぐらい練習してるから。加工じゃないって、マジで。やめろ、それぐらいな、こっちも気合い入れてるから。じゃあお前も本当にやってこいよって。本当いい試合にしような、絶対。これはもうガチで。分かってんの？分かった。はい、じゃあということで、じゃあもう、じゃあ最後まとめると、僕は負けたら君にジープあげるけど、君はもう合図のウソップに改名で青汁王子をベタ褒めする動画をあげる。いい？ああ、いいよ。皆さん聞きましたね、これで。もう男に理由はないんで。うん、じゃあウソップ君、じゃあまた本番で、うん、先生頑張れよ。いや、まだ負けてねえんだけど。うん、うん、まあいいよ、頑張れよ。ということで、今決まりました。これガチで、僕は本当に負けたらジープあげるし、あいつは、合図のウソップに改名して、青汁王子をベタ褒めする動画を上げさせます。で、僕どんぐらい練習したかっていうと、オーディションの1ヶ月前ぐらいから結構練習してるんですよ。トレーナーが、もう言うけど、ヤーマン。ライジンに出てたヤーマンにガチで教えてもらってます。だから僕多分普通に勝てると思うんで、皆さんね、久保田普通に勝てるだろうみたいな、青汁ひ弱じゃんみたいなこと言うかもしれないですけど、確かに僕は喧嘩が得意なわけではないのかもしれないし、勝てるか分からん状態から練習して、そうやって積み重ねて、一生懸命やって勝利します。その姿を皆さんに見てほしいんで、3月21日、はい、ブレイキングダウン、メインになると思うんですけど、僕は多分分かんないですけど、決まったわけじゃないんで、多分いい位置に入れてくれると思うんで、ぜひ応援してください。ヤーマンに殴られまくって、痛いもん。はい。